立浪監督、敬遠されるの覚悟で代打、中田翔、出したら勝負してきて驚いた。結果往来もまた名将の条件よ。ストレート全く打てないじいさん。ちなみに他のベンチ勢で怖い野手おるんか？ほんまにこいつしか代打おらんの？でも勝ってるよね。セブランより。中田ってマジで春先1ヶ月間くらいしか活躍しないよな。代打翔さん叩いてるやつってそんなに代打中地見たいのか？立浪から QDR を引き継いだ男。でも翔さん中地俊高藤ならさすがに翔さん選ぶやろ。なぜリカーソンを落としたのか。3000万ならこんなもんやろ。中田中地だけじゃなく板山山本も順当に落ちてきてるし、上林もいまいち立浪再生工場閉鎖やね。なんか中田が打って勝ったようなコメントやな。そこら当たりのホームレスに監督やらせても成績変わらなそう。ぶっちゃけ控え野手見たらドイツもどんぐりだからサクッと抑えられて終わってたよ。ご視聴ありがとうございました。